はい、お疲れ様です。マフィーです。今日はアタック111やっていきたいと思います。使っていくのがこの4人の女神ですね。ヴィーナスにアルテミス、トール、アテナと4人の女神が集結しました。まあ女神をね4人っていうのもちょっとおこがましい話なんですけど、言ってこのヴィーナスリーダーをね使っていくということで、私ねヴィーナス持ってなかったんですけど、この間の超ゴマパレードでなんだっけサードメダルか、あれでね交換しまして、2体目のヴィーナスを迎えたということで、ついにねヴィーナスリーダーの動画を出せます。まあずっと前に出してたんですけど、本当それ以来ね動画にしなかったんですけど、このヴィーナスリーダーねやっていきたいと思います。でヴィーナスとメヒストの違いかな、まあ、これなんかテイスト的にはメヒストマデッキをリーダーヴィーナスみたいな感じなんですけども、まあ、違いとしてはね、あの暗黒対面で特殊出せるっていうところとか、あと、まあ、速攻流対面でね強いとか結構いろいろありますね。あとなんか呪いが来ないからオーラ呪わないみたいな。ただ長期戦とかなんか安定するのはメヒストの方かなって思いますね。マデッキ対面でメヒの方が強いかなと思います。ていうの今日はね、マデッキ少ないかなと思うので、まあいてもルシファー、あんまりマフェリとかメヒはいないんじゃないかなということなんで、このヴィーナスでやっていきたいと思います。さあ来ましたね、エルキスさんで、これねエルキスか、どうしよっかな。ワンチャン X、 もう X いっちゃいます。はいはい、ヴィーナスのとここれなんですよ。これも X から攻めれる、メヒにはできない速攻性があるんですよ。だから相手にゴリ押される前にもう自分からゴリしちゃうぜみたいな、そういうことができるのがこのヴィーナスの強みかなと個人的に思います。でこれはもう罠駒か守護者のどっちかなんですけども、ぶっちゃけ罠でいいな。今エルキス切ったってことはワンチャンバッハ引いてるんで、ここでバッハ使わせたら美味しいですし、使わなかったらダメージ返せるし、まあ、守護はコンボちょっと弱いんでこっちからいきますか。さあどうしますか言うてね、まあ、多分これはね、D5 か C2 のどっちかなんですけど、大丈夫です。ヴィーナスのコンボね使えるんならなんとかな。どうする、お悩み、お悩みのご様子、どうするんだどうするんだ。 OK、 それはねもうこれ角からねゆっくりゆっくりいきます。来たな、あー来ましたね。これはねアテナ先生がね刺さるんですよ、ジェンバ派に刺さる。でオーラを引けば3枚返しエンデガも、カットすることができます。カットというかアテナでね防げると、だからコンボバフの駒を防げるっていうのがいいかなと思いますね、このアテナの強み。こっからもうこっから私ねもう盤面詰めちゃいます。盤面詰み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 まで行きたいですね。さあどうする、 D5 か C2 のどっちかに来ると思うんですが、 OK、 よし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 。でここいらっしゃいませ、あルキア一応コンボ強い駒置いときたいかな。アルテミス行ってもいいな、うん、次つなげれるんで召喚によってはケルネイヤ行きましょう。よいしょ、あそこの召喚はあんま強くないな、あいやでも弱くはねえな、弱くはねえ、てかむしろ悪くねえわ。 OK、 デバフ引いじゃないわ、バフ引いたけどデバフ効いてるんでね大丈夫です。スタートする、 OK、 ここで角に打たせるのが美味しい。で相手ヴィーナス来ましたね、俺ヴィーナスリーダーからこのヴィーナスを取られるっていう屈辱を味わうことになりましたが、デバフ効いてますね。次デバフ打てる、レニアド打ちます。よいしょ、デバフロックアテナ、この3原則こいつでいきましょう。で A に来るので、まあバハ打ってくれてもいいし、 OKOK、 これはね美味しい。よしよくしょ、で相手マゴマが揃ってないといい感じですね。でロック打ってもあれだし、サキュバスにします。よいしょ、なんでサキバスにするかっていうと、この C2 に来た時に F4 にねアテナ打てるからですね。相手のダブコンをアテナで全部カットしてやるぜ。まあつっても C に来たら D1 打つんですけどね、本来は。 OK、 このデバフが効いてまして、よくじゃよくじゃ全部食らってやるぜ。でここ通る、これどうしようかな、 D1、 いやもうこっちでいいや、これで耐えます。ほら飛ばせるもんなら飛ばしてみな、やってみな、やってみな。どうだ、アラジン F3 でも飛ばないはず。どうだ、オッケー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 、完璧。あでもヴィーナス切ってるんでもう防御札ないんでね、これでね分からせると。そしてゾノバの召喚に合わせてアテナのコンボスキルが最大倍率に近くなる、4900出せるぜ、行ってこい。よしよし、9223、何だっけ、23あってるか。よしよしよし、いきますね。オッケー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 、
そういう感じですね。うん、このドリル、これですよ。アルテミスってきたと思ったらサキバス出てきて、サキバス打ったと思ったらアテナ出てきてっていうね。まあこのデバフを使っちゃうとアテナのね、あのレジストっていうのが相性悪かったりするんですけど、まあその辺は自分のね、そのうまく使っていけば大丈夫だと思います。で最近は神単対面とかでもね、このアテナね結構刺さるんですよ。まあ今日の補正っていうのもあるんですけど、ミューズが入ってるんでね、そのミューズ、そう最近調子に乗ってるあのミューズの鼻っ柱をへし折るね、この、うん、2019年1月超駒ということで、後輩をね分からせていきたいと思います。さあマタラに行きましたね。 OK、 アルカード引いててビーナスあって、そして女神、そしてあとトールかな、トール欲しいな、あいつも女神ですからね。 OKOKOK、 うわそいつか、どうしよう、どうしようかな。あら、でもこれアルカードから行っちゃう、アルカードから行っちゃいます。 OK、アルカードから打つことでこの火ダメを抑える、ビーナスではこんなにもみたいなねところがあるんで、さあ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 、ビーナスだったらもっと食らってるんでね。ただねこれ食らうのは悪くないんですよ、アテナの発動条件がね早まるから悪くないんですよ。成り打ち、成り打ちときたか、いらっしゃいませ。 B さん行きましょう、置いたいけないよーっつって。これメヒと違ってこうやってね盤面に出して圧力を与えられるのはビーナスの強みですね。さあどうする、ああ、そういうデッキですか奥さん。これはあ、でもラーニ、うーん分かんねえな、ラニ回なのか分からんけど、もう一回これねデバフかけます、キルネイヤー。オッケー、これどっちか残りますね、どっちかが残るので、この守りながらゴリ押しするみたいな、これができればいいと思いますね。オッケー、ブレスドで一回濁らせて、さあその濁してる間に俺はもうね形作っちゃいますよ。オッケー強い。でこれちょっと考えます。いやでもアテナあるからぶっちゃけ C2 とかでもいいな。で取らせてアテナ、うん、そうしましょう。オッケー、打っちゃいます、削れ削れ、もう削って、あーちょっと待てよ、でもこれ普通に、まあでもデバフ引いてるからいいや、2手で飛ばすのはね、アテナがある以上は多分大丈夫だと思うのでされないと思います。なんでこれでいいっす、もうアテナがあるという圧倒的安心感で、相手はトールを取らないといけない、なんで多分 D2 に行きますね。あ、そっち、なるほど、けどこれはね俺角アテナ行くよ、俺角アテナ行くよ、角アテナ4枚打ったらもうレジストかかるでしょ、星へ吹っ飛ばす、うわっ、このしかしこのケリュネイヤが強いな。でこのケリュネイヤを取るとアルカードの2枚返しコンボスキルがつながると、いい感じですね。相手は F3 にビーナスぐらいしかやることないんじゃないですか、どうでしょうか。ただ F3 ビーナ来たらまあまあきついかもしれんけど、 OKOK、 キン、効かない効かない。で、ライフバーが3300、あまだ飛ばなくね、これまだ飛ばせなくね、まだ飛ばせないけど、これバイセから打っちゃっていいですね、アテナ効いてるし、あのビーナス打たれる前にもうバイセでね削ります、よいしょ、まあ、多分まだ飛ばない、あ飛んだ、マジか、ごめん計算外した、すいませんでした、飛んだわ、ギリ無理かなと思ったけど、いけたわ、いけた、アルカード強い、素晴らしい、よーし、うん、こういうことですね、こういうこと、こういうことこういうことです。もうラニ相手これバフ対面全部もうこのアテナちゃんでね面倒見ます。でアテナちゃんが面倒見れない相手をトールちゃんが面倒見ますみたいな感じだから、あの先発ビーナス、中継ぎアルテミス、もしくはトールで、抑え、アテナみたいな感じだから、こういうねこういうピンチヒッタールシファーに対してはちょっとアテナさんはね仕事しないので、しっかりあの打ち方を考えて打たないといけない。さあただこれグノー以外に小網がないな、もう平行打っちゃいます、平行直角また平行縦バージョンで、ルシ対面であの平行が強いっていうのはね、オックスフォード大学の研究であるんですよ。これなんでかっていうと、こっちのキャラゴマが入って相手のキャラゴマが残るんですよ、平行って。つまりあのトールの火力が上がりやすくて、かつルシのコンボが上がりにくい、もしくはタオスとかサタンとか、ルシって相手のキャラゴマ依存のコマがまあまあいるんですよ。そういうコマをこうやってメタれるんでね。なんでこれ最近の研究結果によると、あのルシ対面の平行打ち
特にビーナスリーダーありだと思います。まあメヒだったらね、どっちかっていうと自分の形を組みたいと思うので、平行打つよりは、まあ、縦から打ってね、あの自分から後攻の辺置きしたりとかあるんですけど、まあ、ビーナスリーダーだったらこういう打ち方も結構ね現実的なんですよ。 OKOK、OK OK、いらっしゃいませ。 OK ロックかー。でもいやロック弱いな、ここで引きたい駒じゃないな間違いなく。まあでもとりあえずここはこっち打ってね、 C に打たせるでしょ。いや C に来たら B チームもいいのか、どうしよう。まあ相手の打つところを見て考えようか。さあさあさあ、ちょっとデガバイセがね引っ張ってんな足を。あーリッチ、いやーでもこれそのリッチを別に取っていいですね。そしたら相手左下 X ぐらいしかやることがないんで、はい、あオッケーオッケーオッケー、いいです。これでマゴマを置くことでミサトのコンボスキルの発動条件もクリア、いいですね、いい感じです。よしよしよし、まあ、これ D2 から打って A2 でも悪くないんですけど、まああのリッチはちょっと残しとくとめんどくさいんで先にね取ります。 OK そうくるか。B4 打っちゃっていいな、 B4 ロック打って、はい、うんいいですね、よいしょロック発動はするかしないと、まあルシファーなんでね。さあこの罠駒ね、ちょっと早めに取りに行きたいんですけども、罠駒取ろうとするとシール変えられて相手の根核作られるんですよ。なんでそこはちょっとよろしくないが、相手も打てるところこれ結構きついんですよ。 A3 A5 OK A3 来るか、ああなるほど罠駒の発動を狙うと、うまいね、うまいよ、引き目てから考えます。先バス、でもこれは俺もリリティ打ちます。よいしょ、この罠回収はねむしろ美味しい、安いからね。トモトゲル回収できない、踏み穴か。俺はね今回収できると思ってた、でも回収できなかった。待て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 、そのロックだるいよ。なんだハロルド、ハロルドか、いやちょっとわかんねえな。これ D2 一回そいつ無視していいな、無視します。 D2 打ってよいしょ、ほい OKOK、 デモクーゲルでもない。でこれでイーロ返ってきたらね、もう稼働アテナとかでも打っちゃっていいですし、あれ待ってこれ右 X だるい、右 X だるいが、あれもいいや、右 X 来る場合はそっから角を打ったらいいや。 OK これでルシ取れるんで安全に、で英語入って入れないんで OKOK これでいいや。覚悟は終わりですか、ちょっと待てよ、相手のキャラ駒1枚につきか、ただここバフかけれる環境、エンデが打ちましょう、ライフは強い、ハロルドではない、うん、踏み穴ですね。なんで先にこの踏み穴を警戒しなくていいようにこれで削って、で相手どうする、 C に打ったら盤面バカきついで、おお打ってきた、うん打ってきますか、これ次打てるところ E4 か E6 ぐらいしかないで、 OKOK、OK OK、ちょっと考えますか、夏ブラから入るか、多分これ踏み穴なんですよ、うーんどうしようかな、いやこれ冷静に D1、 いやダメだ、そしたら相手のコンボもう一回繋がれるな、いやどうしようかな、これ悩むな割と、けどまあ罠駒張ってるし相手特殊出せないんだったら多分飛ばせないんで、待って係はやべやべ、係は聞いてね、いて思ってるいて、まずい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 、係は聞いてねえわ、いやこっからイモられるとまずいよ、やべえ係は聞いてねえ、いやそいつは踏んでも良さそうだけども、ちょっと事情変わったな、これ事情変わった、待て事情変わったわ、やべえ事情変わった、くそまずいな、サタン、いや待って普通に当てない、アルテミスよかった、なんで俺こいつ言ったんだ、やべアルテミスよかった、プレミシャーアルテミスよかった、てかなんならあでもアテナは、うん、あれだな、発動したいから無理だな、いやでもこれこれしかね、いやーしまった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 、あオッケーシェードなら大丈夫、危ねえよかった赤字、いやサタン、サタンマジで怖すぎたくーちょっと今のちょっと今の怖かったな、危ない橋渡ったわ、危ない橋渡った、危ねえ、まあ、普通にでもグレナ取ってよかったから、そしたらねもうあのダルテナのコンボもう一回使われてたんでちょっとめんどくさかったですね今のは、まあまあ OK 勝ったんで OK です、 OK です、うん、まあでもあれだな、エンデが切らなくてよかったな、相手のルシファー取ってからエンデがでよかったな、カドアテナでよかったですね、ちょっとミスったな普通に、カドアテナでよかった、カドアテナ打ってみたいな、それかアルティミスでもよかったね、
あの動線組めたんでアルテミスで、うん、それでよかった。ちょっと悠長でしたね、あのエンデガは。まあ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 、はい、オッケーオッケー。神ターン、神ターン相手にこのミューズ撃たれたら、撃たれた暁には、それかまあフィリプティとか、あとフギムに撃たれた暁にはこのアテナが火を吹きて火を吹くと思います。さあ、で神ターン対面はちょっと平行打ちにくいですね。なんでこの手駒でもあるので、これはヴィーナス盾から入ってブラジェ2手目3手目 X 守護者でいいんじゃないでしょうか。よいしょよいしょ。さあ、どんどん削っていきましょう。ああ、バッテリー先輩。さあどうする。お悩みのご様子よ。悩み無用ですよ。悩んでも意味ないですよ。いやでもね、ここで悩むってことは OK、 春は気はない。はい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 。ただアタック 1.1 だからね、本当に軽く出てる。アルカード一回守護打ちます。よいしょ。守護じゃねえわ、ブラジだ。ブラジ打って X 守護かアルカードのどちらかを選択していきたい。でもアルカで良さそう。おお、そいつから切るか。いて、いて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 。でもこれアルカで良さそうな感じはするな。 OKOKOK、 アルカします。でコンボ吸収でイモる形で、イモり続けてればなんとかなると思うんですよ。アテナがあるんでね、こっちには。でどうする、 B3 か E4。 まあアルカートのコンボがあるからね、 E4 来る可能性は十分ある。 E4 来たらどうしよっかな。あー、そいつで E4 来るか、痛いな。どうしよう、そいつで E4 来るか。ちょっと事情変わるなこれ。罠打つか。待てよ、うん、罠打ちます。よいしょ、ほい。で毒入れて、でこの罠打ってる以上は相手は軽く出しにくいんですよ。なんでこのレニアドをリリティエと勘違いさせます。でエクリル切ってるんでね。 OK、 読み取り読み取り。よしよしよし、動きは分かってる。でここやな、サキバス。怪しいなこの動きは。ここにデバフを打ちます。これで多分まだエンデ、あのジークのコンボ使えないと思うので、これで調整して次アテナで A3 入ります。あと2ターン耐えてっていう感じでいきます。ジークのライフ、あ待って、これ2枚、あ待って、今気づいたけどさ、これ2枚でアテナ発動圏内か。やっべえ、やっちまった。あーでも、うん、オッケーオッケー。よしよしよし。いやちょっとやっちまったなこれ。アテナこれすり抜けられるな。やべ、フィリプティ引いてもらわないと。ちょっと待て、おつけ守護。いやこれ D2 守護打つか。まだ C6 ギリ耐えれそうな雰囲気あるな、吸収すれば。いやとはいえ火力出されたらまずいなこれ。いやちょっとここ、って感じ。やべえ、全然忘れた、アテナこれ普通にすり抜けられるわ。やべえ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 やべ。一応 C6 は耐えれると思うんですが、じゃあ次飛ばないな、相手のキャラが4枚か。あーここ6でもよかったんかな。いやでもここで相手が火力出してこなかったら6で守れる。いやーでもこれ火力出してくるな絶対。俺は C6 打つ。エンデがビビらずに C6 打つ俺は。あ、オッケーオッケー、ビビった。よしよし、危ない危ない。ここでルキア打って、バイセで飛ばしたいですね。よいしょ。あ、通る。相手の記録も何枚 ?4 枚か。6000。2枚返し。あ、飛ばない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 。飛ばないですね。なんでここは、まあ、これでエントちゃいますか。よいしょ。でもリンガと切ったんか。じゃあ B さんでよかったな。まあいいや。お前、フィリピティ釣れないのかよ。何キングポップ、調整ポポンとか来るか。で、滑り切った後。あ、あれか、フェリプティか、バフフェリプティ来るか。で、それならさすがに飛ばないはずなんで。うん、アタッカーじゃなければ。それか、ドルデガ調整版とか。何あ、調整春秋か。危ねえ、でも危ない橋当たったわ、これ。ちょっとアテナが、あれしたやつやな、これ。アテナが、何もしてくれなかったやつやな、これ。
ちょ、でもこれは俺には F5 に打ったら俺が悪いです。これは F5 に打ったら俺が悪い。よくよく考えたらそうじゃん。相手のコンボバフなら防げるけど、特殊とかだったらさ、特殊だけ受けるっていう感じで打ったけど、ただの2枚返しだったらアテナすり抜けるやん。危ない危ない。今のはちょっと俺が悪かった。普通に A3 アテナ素直に打ってサキュバスでイモる感じでよかったかもしれん。サイクル的にもルキア回ってきてたんで A3 アテナでよかったかもな。素直に、うん、よかったな。あの F5 のサキュバスがあんま良くなかった多分。オッケーオッケー、おしよしよしよし、いい引きやな。でメヒ対面か。まあいいや、ビナから切ります。よいしょよいしょ、トリマビナで成り打ちアルカードありやな。削ろう、削る削る、もうキサメ、キサメのような忍者になりたい俺は。私のサメ花は切るのではない、削る。さあこれ成り打ちしましょう。メヒ対面のね、まあ一応成り打ちって感じで、あでも春切ったんだったら風車でもかったけど、一回成り、一回成りから様子見よう。あーシルビー先生ね、はい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 、どうしようかな、引き見てから考えます。よいしょ、あーこれアテナ先生がね何もしない人なんですよ。これこれアテナ先生何もしないやつ。何もしない人、これ本当に置物、S5 枚1枚置物にしてるって考えたら怖いよな。マデキ、マデキ対面で S1 枚置物って考えたらゾッとするものがある。怖いな。よいしょ、はい、あーいやもうここで打つコンボ狙い。これね夏バラの召喚が入るから結構アテナのコンボ強くなると思うんですよ。なんでこっち打っちゃいましょう。でオッケーオッケー、罠切る、はい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 。さあここですね、夏ブラ召喚入る。オッケー、俺の召喚もできるけども、相手がに罠さえ打たれなければ大丈夫。うん、これ F3 打ちましょう。で罠打たれても C1 に打てば相手次 B1 打てないんで指定打ちになるんですね。 B4 か右下 X に指定打ちになります。なので罠打たれてもアドバンテージはそこまで取られません。むしろ相手のこの夏ブラを全部返せるんですよ。なのでこれは相手は F2 に取らないと思います。あ取ってきた、 OKOKOK。 でもこれはね美味しいんですよ。なんでかっていうとこの相手の夏ブラ全部取れるんですね。でその上でこの罠ゴマこっちが打てると。よしアド取り返した。これ相手 D2 か右下 X ぐらいしか打てない。 OKOK。 しかもミサトだったんで美味しいですね。これは美味しい美味しい。 C6 か D2 か右下 X か B4、 あ意外と打てるね。けどまあいいや、言うてね相手基本的にこの B4 打ったらアテナつながるし、どこ打ってもしんどい状況なんですよ。そこに変わりはない。そしてこの特殊ダメージを返すリリティエ、どうだどうだ、完璧やろ。意外と打てるけど実際どこ打ってもしんどいっていう状況に持っていけると、うん、いいですね。これはあーでもこれあれ右上 X 来るな。考えます。右上 X 作る。まあでも取れるな、取れるか。まあ いや普通に D1 でいいや。よいしょ、奏でるどんどん。ちょっとこのロックはね秀逸ですけど、まあ言うてこっちが特殊罠張ってる以上は相手も火力出せないんですよ。なんで大丈夫だと思います。 OK、 この切り返しいいですね。 F2 に取らせてこっちは罠駒張りつつ相手のドラマを全部消せる。これはアテナ役に立ったわ。アテナのコンボまあまあ強いもん今。役に立ったよ。スキルでは役に立たないけどしっかりコンボで役に立っていく、素晴らしいですね。 OK ミサト、これはね3枚エン、あ待ってこれ踏み穴だったら死ぬな。エンデガの場合4枚だし、デバフかけます。うん、冷静にいきますここは。うん、これ冷静でいいですね。冷静に打ちましょう。今のね、ミサトから打って踏み穴だったらちょっと怪しかった。あ、でも物理返しでいけたか、その場合は。ワンチャン。1.8 の4枚だし。まあ、いっか。いいです、これで。オッケーオッケー。いや、オッケーじゃねえな。あ、いや、オッケーだわ。特殊回路は。オッケーオッケー。オッケーじゃねえと思ったらオッケーです。オッケー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 。よーし。君のドルチェ&ガバナの3枚返しのせいだよ。オッケー。勝った。
香水振りまいとったおかげですね。このサマーケレネイヤ、あーナーツアルテミスのね、この香水を貼ってましたね。ドルチェ&ガッパーナ、ありがとうございます。ここのなんか香水のこの部分好きですね。やっぱり香水といえばやっぱこの部分って人多いんじゃないですか。ドルチェ&ガッパーナのとこ。今度俺ドルチェ&ガッパーナ呼ぶときこの呼び方になりそうですね。なんか今後はあのドルチェ&ガッパーナのみたいな言いそう、街中で言われてそう、知らんけど。さあいいですね、5連勝勝ってますね。アテナ先生役に立ってるんじゃないですか。さてはいらっしゃいませ。やばいやばいって、これは本当にやばいって。シャレになんねえよ、やばい、これシャレにならんやつ来た、シャレにならねえ、やばい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 。まだメヒの方が良かったかもしれん。てかまあそもそもレジスト刺さんない、デバフ刺さんない、相手から罠打たれてこっちのとこっちから打つ特殊がクソほど刺さるっていう地獄絵図かな。これ地獄絵図だな。まあいいや、しゃない。おお、係先生じゃないわ、秋葉先生、名前間違いすぎやろ。まあ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 、あーまあ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 、はいはいはい、 S 罠やめて、 OK 罠で、これちょっと引き見てから考えます。よいしょ、あーなるほど、バイバーイ、さよならアテナ、達者で暮らせよ、達者で暮らせ。さあこっから頑張ろう、こっからね。おっと、うわ、でもこれやだわ、あ、それでやだ、めっちゃやだ、え、めっちゃやだな、それどうしよう、取ろう。 F5 に当てるのあれなんだけど、相手に罠ごまめちゃくちゃ、お前アゲハか、アゲハフルーファーだと。とんでもねえデッキで当たってしまった。いや、だがしかし、だがしかしよ、あー、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、でこれ通る打ちたいな、ちょっと待って、落ち着こう。いや、まだ打たない、まだだな、まだじゃ、まだじゃ、まだじゃ、いか蹴れねえよと。 OK で毒入れて、なんとかしてこのアレスのタイミングをずらしたいですね。なんで、相手これでね、多分変容器罠が右上 X ぐらいしか打てないので、あ、OKOKOK、ここでアレス打つ、あ、なるほど、特殊絡めたいって感じね、なるほどね。どうしようかな、結構リピアしたらねダメージ重くそ返るんだよ。あいつがあれだから、いや、これこっちでいいんじゃないかな、特殊受けれるわ、うん、多分こっちでいいや。よいしょ、トールだ、ちょっと痛いからこいつで、よし、でアレスコンボ使うとリリティエ先生おはようございますするんで、これでいいと思います、これでいいです。で春取るか、そしたらでも一応ダブコン残るが1800、3800、7800、県内やな、1400足して OKOK、 県内ですね。どうする、まだやるかい、きついんちゃうの、アレス、あれ、サタン、アレスじゃねえ、サタン来た、怖すぎやろ。危ない危ない、まあでもこれは勝ちですね、危ない、危にゃい危にゃい、オッケーオッケー、よし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 、怖え、今日アレスいいのか、しかもアレスじゃなくてこのサタン入りアース、殺意がやべえ、危ない危ない、オッケーオッケー、6連勝勝ってるね、勝ってますね、ビナアテナ、やっぱビナ強いね、ビナ、てかむしろね、ビナがなんでこんなに入ってないかちょっとよくわかんなくて、やっぱみんなあれかな、ヴィーナス10日で使ってるから進化で、俺みたいにさ前までなんか2体持ってたって人あんまりいなかった説はあるな。あのね、そもそもなんでヴィーナが俺流行ってないか不思議かっていうと、あのセカンドシーズンの時にラニカエンがめちゃくちゃいたじゃないですか、極炎が。でね、俺何回も言ってたの、あのラニカエンにはヴィーナスが非常に強いですよーってね言ってたんだけど、それでもね、やっぱこうあんまりヴィーナスが使われてるとこ見なかったんですね。ってなるとやっぱヴィーナスをそもそも持ってない勢が結構いると思いますね。なんでヴィーナス手に入ったらヴィーナス使ってみてください。あのラニカエンにも一応ね相性いいと思います、個人的には。火炎の形組まれる前にこっちの攻めの形組みやすいしみたいな。個人的にはなんかそのメヒと違ってね、ラーニで毒吸われたりしないんで、
結構強いと思います。さあ、そこの神ヘリやべえな。一応リリティエだと思ってほしい。だからここで一回不気味にとか置かせたいよ。あー、バレちゃった。これ取られるやつやばいな。バレたな。このエクレルやべえな。 X 打ちます。あ、じゃあ間違えた、 B さんでよかった。やべえ、なんで俺夏村引いてんのに X 打ったんだ。やべえ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 、間違えた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 。まあいいや、これでいいや。こっから頑張ります。 OK、 それ美味しいよ、それ美味しい。 OK、 こっからは俺防御札あの引けば全然イモれますね。引けばですけど、引いてくれよ。リリティエか。ただ今相手特殊結構打ったな。一回こっちですか。よいしょ。とりあえず E4 は怖いんで、あの F3 がエクレルなんでね、多分まだ2手耐えれるはずなんで、多分やけど、まあ、ロックもあるし、一旦こっちで、まあ多分ここは火力出してくるよね。出してきますよね。まあ、来たら一応リリティで返せるけども、まあそうだよな。ここ大事だよ。ここでアルテミス行きたい。アルちゃん、あっ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 ちゃん、あー、サキュバス。よいしょ。いや、これサキュバスでいいな。多分サキュバスでいい。よいしょ。デバフかけよう。デバフからロックで確実に耐えれるっていうプランを取りたい。2手耐えな。ロックでよかった。そんな、なんでそこでメリプティ引くんですか、お兄さん。あ、でもこれフェリプティ来ても来なくても、あ、あ、いや、あ、無理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 、もう今日遅い、もう遅い、もう遅いです。うわこれ遅いな。だってこれランで死ぬよな。ラン一枚返しで死ぬよな。いや待って、でも行くわ、それでも行く。なんかもう一枚オーラ引けって、もう一枚オーラ引いとけって、もう一枚引け、もう一枚、ほらほら。くそー、ちょっと待って。いやー、でも今のロックだったのかな。いやでもね、うん、なんかサキュバスから相手が火力いもったところにロックでワンチャン耐えるっていうプランだったんですよ、自分の中では。フェリプティ、ちょっとこのフェリプティは犯罪ですね。しかもそのジーク持ってたっていうのがやばい。アラジン撃ったと思ったから、あ、これジークはないのかなと思ったらジーク持ってたっていうね。まあ厳しかったですね。ということで負けました。いやーちょっと最後悔しかったですね。アテナ来る頃にはもうね、圏内と。今のはフィリウスだったらワンチャン勝てたのか。アテナの弱いところ出たな。そう、2500以上じゃないといけないので、こういうところがね、アテナの弱いところ。ただ、一応ね、発動したら2ターン以上効いてくれるので、こういう両方ねレジストがうまく刺さるような場面では強いと思います。ミューズとかフギムニフェリプティの状態とかにこのアテナ、まあ一応刺さるかなと思われるということでね、あの今の環境的にね、まあそんなに悪くはないかなって思いますよ、アテナも。うん、まあ、ただ本当にね、この子はあの招き対面には何もしない子なので、そう考えると取り回しは難しいんですけど、まあよかったらね皆さんも使ってみてくださいということで、まあ、最後はねロック打てということでしたね。ただロック打って、下打たれた後に、サキュバスで耐えれるイメージがなかったので、サキュバスから打っちゃいましたね。まあ、しゃあないということで、よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。この動画面白かった方は、まあ今言ったな。まあいいよ、一応ね、高評価とチャンネル登録、アテナ可愛いという方も、高評価とチャンネル登録、可愛くないって思う方も、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。